どうもお疲れ様です。ババログです。大変遅くなりましたが、2024年春のユニクロシーの購入品と着回しコーデを紹介します。去年のファーストコレクションより気になるものが多くて、赤や緑など攻めた色展開が夏の派手コーデとして使えそうと思って、初日に気になるものを全部試着室に持って行って試着しまくったのですが、結局購入したのはベーシックな黒のセットアップなど合計5点となりました。紹介が遅くなったので、すでに完売やサイズ掛けしているものもありますが、私が以前動画で紹介しているユニクロ以外の衝動買いのアイテムと合わせてコーディネートを後半に紹介していきますので、参考にしていただけると嬉しいです。それでは購入品から紹介していきます。まず一番気になってたのがリラックステーラードジャケットのセットアップです。ルックが出た時に、このセットアップかっこいいって皆さん思ったと思うんですが、ちょっと待って、これはこの人がかっこいいだけで、自分が着たら普通になるパターンがあるから騙されたらあかんと言い聞かせて試着してみたんですが、私着てもかっこいいんかいってなりました。そんな根拠のない自信を持ってこの動画はお送りいたします。1点目はリラックステーラードジャケット、9,990円、ブラックの M サイズを購入しました。もう商品紹介は他でご覧になられてると思いますが、すでに完売状態なので今更の紹介で本当に申し訳ないんですが、結構薄手のジャケットで、裏地は前身頃と袖についていますが手抜きになっています。袖のボタンはちゃんと外れるタイプで、折り返してこなれ感を出す着方も可能です。ユニクロではだいたい L サイズを選ぶんですが、セットアップのパンツがワイドだったということもあり、ジャケットもオーバーサイズで着ちゃうと全体的にズドンと柱みたいな面積広めな人に見えちゃったので、上はジャストで着た方がバランスも良かったです。幸い袖の長さ、丈、肩と M でちょうど良かったので M サイズの方を選びました。ただユニクロなのに9,990円と結構お高めのジャケットになっているので、ユニクロで1万円のジャケット買うのもったいないなって思うかもしれませんが、他の好きなブランドで2万円くらいのジャケットを買うなら、こちらの1万円のユニクロのジャケットの方が絶対に素材や縫製がいいと私は思っています。企業努力がすごいユニクロが1万円の値段をつけるってことは、かなりいい素材を使っていると思っています。他のブランドが3万円ぐらいで作っているジャケットだと思うと、1万円で買えるのはかなりお得だと思うので、ユニクロこそ高いものを買う方が実はコスパが良かったりすると思います。ボトムはタックワイドストレートパンツ、4,990円、こちらもブラックの M サイズを購入しました。定番のタックワイドパンツと違って2タックになっていると聞いていたので、太めになるのかなと思っていたんですが、2タックといえどタックの幅が浅すぎて、お腹周りもそんなにダボダボとはならず、意外にスッキリと履けます。丈も通常のタイプより長めで、履くと落ち感がすごく綺麗で、ワイドだけど結構スッキリ履けて、形がめちゃくちゃ綺麗です。リラックステーラードジャケットと黒のスーツとして着たいなら、絶対にセットアップで買った方がいいです。異素材の黒を上下合わせるのは特に問題はないんですが、よく似た素材の黒こそ同じ黒でも微妙な色の違いが出てしまって、家で合わせた時問題なくても、外で見たら日光でかなり違和感が出る場合が多いです。よく似た黒のパンツ持ってるから、それで合わせたらいいやと思ったら大やけどするので、セットアップで着たいなら特に揃えておくと便利だと思います。こちらもセットアップで購入しましたが、クレープジャージー T シャツ1,990円、ブラックの L サイズを購入しました。よく似たコットンオーバーサイズクロップド T シャツと悩んだんですが、 T シャツはまだ寒いし、夏になったらまた似たようなやつが定番でも出てくるはずだし、こちらもスカートとセットアップで合わせたかったので、素材がしっかりした上品なこちらの方を選びました。とはいえこちらも結構薄手の素材なので、1枚で着るのはまだちょっと寒いです。袖が5分丈ぐらいで長く、丈が短めなのが気に入っています。そしてセットアップのクレープジャージーナロースカート2,990円、ブラックのこちらは M サイズを購入しました。ユニクロのこの定番のナロースカートが結構いつも使えるのでお気に入りです。そしてこのスカートは結構大きめなので、いつもワンサイズ小さめがちょうどいい感じになります。そして最後は予定してなかったボリュームチェックブラウス3,990円、ブラックの L サイズを購入しました。無地の方はシースルー感が出て女性らしいイメージで、シフォン系のブラウスはちょっと私のスタイルに合わせにくいのでいつも候補から外してたんですが、このギンガムチェックは結構カジュアルにも合わせやすそうで、着てみたら意外と良かったです。これが綿素材だったりすると子供っぽくなって、大人が着るとちょっと痛い感じになったりするんですが、素材がレーヨンとポリエステルだから、テロテロとしているところが子供っぽさを払拭してくれて、袖のボリュームのドレープ感がまた上品で、肩の切り替え部分にギャザーが細かく入っているから、身幅もゆったりで軽くて楽ちんです。それでは購入した商品で着回しコーデを紹介していきます。
1コーデ目はリラックステーラードジャケットのセットアップです。何も考えずに上下合わせられるのが楽で、あとは小物のバリエーションを変えて楽しめます。靴はコンバースで、バッグはいつものインパクトのあるアパケーションです。インナーに使っているロゴティーはお気に入りのブランドのタンタンのものです。ロゴティーが欲しくなったらまずここを探したら間違いないです。9000円ぐらいになるんですが、素材と形が良くて、 3,4 年前に買った T シャツも首もよれずに断捨離せずにずっと生き残っています。トゥモローランドで取り扱っているので、いい感じのロゴが見つかったら S サイズをいつも購入するようにしています。アウトレットに行ったら安く売ってたり、セールにもなったりするので、その時に買うのが特におすすめです。ロゴ T は 2,3,000 円で安く売ってるものもあるんですが、ある程度のロゴの大きさになるとプリントで安っぽさが出たりするので、プリント具合がいい感じのものがあればラッキーなんですが、むやみやたらと安いからといって買わないようにしています。2コーデ目はタックワイドストレートパンツを使った上品コーデです。赤のカーディガンはどうしても今赤が欲しくてたまらない状態になっていて、ユニクロ C では結局赤は買わなかったので、帰りに寄ったザラで見つけたファインニットカーディガンになります。去年の秋にエディションで見つけたむちゃくちゃ綺麗な赤のカーディガンに一目惚れしたものの、珍しく買わずに帰って、やっぱり欲しいと思って行った時にはすでに全国完売してて、買えなかったことをずっと後悔してて血眼になって探してたところ、季節が変わってやっとよく似たものを6分の1ぐらいの価格で安く見つけました。薄手でこれから夏の冷房対策まで使えそうなカーディガンになっています。ベージュのコートはキャバンのものですが、ユニクロ C のトレンチでも合わせやすいと思います。3コーデ目はリラックステーラードジャケットとスウェットパンツのコーディネートです。スウェットパンツにジャケットをずっと合わせたくてジャケットを探していたので、今回のジャケットはどうしても欲しかったわけです。パンツは以前紹介したテンシャルのスウェットになっています。ソックスインしてナイキの V2K とアバケーションのバッグでカジュアルダウンしたコーデとなっております。4コーデ目はスウェットをデニムに変えた安定のコーディネートです。バッグは2年前ぐらいにザラで買ったもので、靴は去年紹介しているペットボトルからのリサイクルでできたオフェンのバールシューズです。こちらは去年買ったんですが、定番のようなので今も販売しているようです。ヒールが履けない私にとってはスニーカー以外の可愛い靴として貴重なブランドで、このデザインで 18,000円とお値段もお手頃なところがお気に入りです。5コーデ目はクレープジャージー T シャツのセットアップです。あまりにもシンプルすぎるのとまだ寒いので、インナーにアクセントとしてイエローを入れてレイヤードしました。このイエローのインナーは昔韓国で買ったノーブランドのものです。ブーツは去年買って良かったもので紹介している楽天のサイドガーブーツで、キルティングのショールはトラディショナルウェザーウェアになっています。6コーデ目は5コーデ目のイエローのインナーを去年ザラで買ったドットのチュールインナーに変えたコーデになっています。レイヤードってちょっと難しそうって思われている方でも、同色で柄の入っているものをインナーに合わせるとそれだけでこなれ感が出るので、ザラでちょこちょこ出るチュールはいろんなデザインが2,000円ぐらいで買えるのでおすすめです。7コーデ目は年末年始の衝動買いで紹介した衝撃的に可愛いビビーのチュールスカートと、6コーデ目のクレープジャージー T シャツのレイヤードをそのまま合わせました。前回も言いましたが、チュールスカートはかなり人気でいろんなブランドから出ていますが、履いてみたいけどもう大人だし素材がフリフリで可愛すぎるからといってシンプルなチュールスカートにしてしまうと逆に安っぽく見えてしまうので、大人こそ徹底的なチュールスカートをおすすめします。8コーデ目はクレープジャージーナロースカートにフーディーを合わせた楽ちんコーデです。フーディーはさっき紹介したテンシャルのスウェットパンツのセットアップの上の部分です。ポイントはピンクのコンバースになっています。9コーデ目は最近ハマっているアディダスジャージコーデです。前回はアディダスのパンツを紹介したんですが、上もあったら便利と思ってセットアップのつもりで購入しましたが、実は同じデザインがありすぎて間違えて買ってしまったセットアップじゃないレディースのジャージでした。上下で着ることはないと思うので、まあよしです。海外のアディダスコーデを見てると本当におしゃれでかっこよくて、永遠の定番で入りすたりもなく、なんなら家着として着れるので持っとくと便利だと思います。10コーデ目はアディダスをギャルソンの CDG のニットに変えたコーディネートです。黒、グレー、白の3色ワントーンコーデはもう間違いないので、何も考えなくてもしっくりくるコーディネートになっています。
ここでもロゴ好きが出てしまっていますが、 CDG はギャルソンのブランドだけど、このニットはギャルソンなのに8000円台と信じられないお値段なので、 CDG のロゴ T シャツとかもタンタンに比べてもお手頃なので買うつもりにしています。最後はボリュームチェックブラウスとアンスクリアのデニムのコーデです。これはデニムと合わせるのが可愛さが軽減して、足元を引きにすることで大人っぽさを戻したっていう風な感じです。ファーのカゴバッグは去年買ったザラのカゴバッグに東急ハンズの資材売り場で買ったファーを乗せてるだけになります。公式ルックではボタンを上まで留めて可愛く着ているバージョンが多いですが、大人はボタンを開けて大人っぽく着る方がかっこいいかと思います。以上、ユニクロ C の春の購入品とコーディネート紹介でした。紹介した商品は概要欄に記載しておりますので、気になるものがあったらチェックしてみてください。編集している間に GU アンダーカバーの販売もあって、ブラックデニムが良さそうだったので、実は購入しています。ユニクロ U も今週発売され、ユニクロ C も4月発売だった第2弾も前倒しして、来週には発売されるようなので、3月はファッション月間としていろいろ紹介していく予定です。今回ババログの動画を初めて見て良かったと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。初日に買いに行くものの、こんな感じで紹介がいつも遅くなってしまうので、当日のインスタのストーリーで購入品を紹介していますので、よかったらインスタのフォローもよろしくお願いします。最近ご無沙汰だったザラも可愛い小物や靴が増えてきて、いろいろと買っていますので、ユニクロと合わせて紹介していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。